三船町選挙管理委員会によりますと、今月19日、女性が期日前投票所を訪れ、父親の入場券でそのまま投票したということです。現場では、担当者が入場券に記載された父親の名前を読み上げたところ、女性がはいと答えたということです。担当者は、名前では性別の判断がつかず、本人だと勘違いして投票用紙を交付していました。 投票管理者が入場券の氏名が知人と同姓同名であることに気づき、投票ミスが発覚しました。女性は入院中の父親に依頼されて投票に訪れたということです。他人になりすまして投票すると無効になりますが、今回は投票箱に入れた後だったため、県と三船町の決戦官が話し合い、該当する票を特定できないため、 御船町の船艦は性別や年齢を目視で確認するなどして二度とこのようなミスが起きないように対応していきたいとしています。